中国の動きなんですよね、はい、でこれやっぱりかつての例えば20年前とかの中国の動きっていうのはやはり限定的な波及効果だったんですが、今は中国の一つの動きによって、はい、まあ、日本のみならず世界中が大きな影響を与えると。そうですね、中国がくしゃみすればね、世界中が風邪をひくって言われるような時代ですから ね、昔のアメリカみたいな感じですよね。はい、でその中国の方なんですが、実際ですね、さまざまなここに来てですね、ちょっと歪みというか、はい、システム上の問題なのか、あるいは経済体制の限界なのか、はい、まあ、いろんなことが、起こっておりますが、はい、今日の1本目のニュースでは2本目ですか、はい、中国の方で、まあ、停電があったと、はいはいはい、いうことなんですね。これ石炭の需給逼迫も含めて、はい、電力不足で供給が、不足していると、相当深刻なような様子なんですが、近藤さん、これどうですか。去年の4月にですね、オーストラリアがですね、新型コロナウイルスの発生源が中国にあると、これを徹底的に調査すべきだというふうにですね、モリソン首相がその発言しまして、これを機にですね、オーストラリアと中国が冷戦状態に入っていったんですね、それで中国はオーストラリア産のワインとか牛肉とかですね、どんどん関税を高くしてですね、実際そのシャットアウトするような措置を取ったりですね、もうそのオーストラリアと激しい冷戦を繰り広げてきたんですね。ところが実はですね、その中国 その鉄鋼という鉄鉱石というのはオーストラリアから主に買ってたわけですね、はい、6割ぐらいオーストラリアから買っててですね、でこれがですね、一応今でも買ってるんですけど、これが先細りになってきてて、つまりそのオーストラリアと中国 その冷戦はですね、実はこの鉄鉱石というアキレス腱があったわけですね、中国側に。これがですね、影響してきてるんじゃないかと。中国側はそうは発表してないんですけれども、その可能性があると思うんですね。一方でオーストラリアの方はどうなんでしょうか。私自身が2年前までオーストラリアに行ってた頃はですね、やはり中国マネー、はい、チャイナマネーっていうのがオーストラリア経済に大きな影響を与えていたので、はい、ここが人もあるいは、物資もですね、引き上げてしまうと、はい、オーストラリアにとっても相当痛いんじゃないかというふうに思うんですか。そうですね、相当痛いんですね。貿易のやっぱり 25% ぐらい占めてましたので、オーストラリアの最大の貿易相手でしたから中国はですね、確かに痛いんですけれども、新型コロナウイルスでですね、そもそもその人の行き来が今ここ1年半ぐらい減ってますよね、でそれに加えてですね、オーストラリアに対してはですね、アメリカ、日本、インド、その他ですね、例えばオーストラリア産のワインを中国が買わないなら日本が買おうとかですね、台湾バナナじゃないですけれども、そういった動きが出てきててですね、あとこの資源が今すごく値が上がってるんですね、世界的に、はい、それでオーストラリアの方がこう売り手市場になってるんですよ、資源の、ですからですね、実際にはですね、中国側の方が困ってしまっているというような現状なんだと思いますね。今近藤さんおっしゃったように、実際ね、マーケットでもコモディティ、つまりその、資源とかが、コロナ前の 1.5 倍ぐらいの高値をつけるところもありますし、今日昨日とはですね、今度は世界的な原油高、でイギリスなどはですね、ガスステーションに原油とか石油が来ないと、つまりガソリンが来ないということで、まさかそんなような状況が起こるかというふうな報道が BBC でもされていますが、このあたりはやはり中国の影響っていうのもあるのかなとも思うんですが。そうですね、中国はその原油買う方ですから、一応大型石油とかですね、国内にもあるんですけれども、2億トンぐらいがその限度ですので、あとはもう6割以上買ってるわけですね、ですから中国もそのやっぱりその足りないということでですね、資源高、それから鉄鋼は一番大きい、鉄鉱石が一番大きいんですけれども、これでやっぱりマンション作れないとかですね、電気が供給できないとかですね、そういったもうインフラ上の問題に今なってきてますね、まさにマンションが作れない、いわゆるその完全なサプライチェーンの不足というところでは、そうですね、中国で話題になっている、恒大先週ですね、恒大集団がデフォルト化という話も流れたんですが、なんかよくわからないうちにまた株価も戻してたりしてるんですが、これどういうことですか。そうですね、これはですね、中国政府がですね、一部肩入れしたようですね。先週のですね、土曜日日曜日ですね、
に関西というですね、習近平主席の側近で共産党の序列で7番目の人がいるんですけれども、うん、この人を深圳に派遣してですね、うん、その恒大問題、香港の金融、あ、そうです、この人ですね、よく出てきますね、準備いいですね。この人が深圳に行ってですね、一泊二日で行きまして、香港の金融当局者なんかも呼んでですね、前後策を話し合ったみたいなんですね。でそれでちょっと一時的にこう束の間の一服というような状況ですね。まだでも33兆円ありますので、そうですね、負債がですね、とても返せるとは思えないんですけれども、日本政府よりも準備が整っている、オペドスタッフを褒めていただきましてありがとうございます。はい